広島空港と中国の上海を結ぶ国際線が来月22日から運行を再開します。運航再開はおよそ3年半ぶりです。広島空港と中国の上海を結ぶ国際線は、2020年の3月から新型コロナウイルスの影響のため運休していました。その路線が来月22日からおよそ3年半ぶりに運行を再開します。 中国東方航空が運航し月曜、水曜、金曜の週3往復で広島着は午前11時15分広島発は午後0時15分です。今年に入って広島空港の国際線の再開は台湾、韓国、中国の大連、北京に続き4路線目となります。